皆さんこんにちは。バーチャル書店員の神谷凪です。本日ご紹介する作品は宇佐美美希さんの角系女子は告れないという作品です。この作品は頭から角が生えた人間と生えてない人間というのが両方存在して一緒に生活をしているという世界の物語です。主人公の教師の女の子八木沢角子さんは同じ大学のゼミの男の子花坂和夢くんに思いを寄せてるんですけれども、彼女の頭に生えた大きな角、これがコンプレックスになってなかなか一歩足を踏み出すことができない。そのため悶々と妄想ばかり繰り返しているというラブコメ作品になります。基本的な物語はこの奥手な主人公がどんどん妄想を広げていってしまう、でそれを友達にたしなめられるというふうな形のコメディなんですけれども、この主人公の角子さんに大きな角があるおかげで、例えばデートの妄想をしたりとかしても映画館に映画を見に行ったら前の方の席には座れないだとか、フレンチを食べに行ったら席の頭上の方に置いてあるワイングラスに角がぶつかって割ってしまったりしないだろうかとか、本当に思いもよらない方向にどんどん妄想が広がっていって、よりコメディの広がりのある作品になっています。またこの作品には角子さん以外にも羊の角のような角を持っている人だったりとか、あとはおでこのところに一角獣のような一本の角が生えている人だったりとか、そういういろんな角を持っている人々が登場します。その様子を見ていると、もしかしたらこの作品は多様性っていうものもちょっとテーマにあるような作品なんじゃないかなと思えてきたりもします。例えば角子さんはその大きな角のために小学校中学校となかなか友達ができない学生生活を送っていたというようなエピソードが登場しますし、角子さんや花坂くんが所属しているゼミが建築系のゼミなんですけど、そのゼミの課題で角子さんが角がある人と角がない人が共に暮らしやすい建物っていうのはどんなものなのかっていうのを考えたり、そういうふうなエピソードが登場します。角が生えている人と生えていない人大体半々ぐらいで登場し、しかも角が生えている人の中でも半ば個性のようにいろんなタイプの角を持つ人が現れる、この多様性という側面を描いている様子も見受けられるんですけども、基本的にはこの角子さんの激しい妄想が見せるアップテンポなラブコメディになっている、そういうふうな作品です。この作品は竹書房の漫画ライフウィンというサイトで連載されておりまして、ぜひ概要欄のリンクから作品をチェックしてみていただければと思います。それではまたのご来店をお待ちしております。